はい、こんにちは、しラすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は Amazon プライムが1億人を突破したというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、Amazon プライムっていうのは、まあ、Amazon がやっている有料会員ですね。 アマゾンというのは基本的に無料で使うことができるサービスですけれども、まあ、有料会員があって、ね、そのアマゾンの有料会員のことをアマゾンプライムというふうに言ってるわけですね。なので、アマゾンプライム1億人突破っていうのは、アマゾンの有料会員が1億人を超えたということですね。 まあ無料の会員が1億人だったとしてもすさまじい数字ですけれども有料会員が1億人を超えたと、ねまあ、Amazon プライムというサービスが始まって13年ということでこのね超大台を突破したということですけれどもやっぱりすごいさすが世界第4位の時価総額 Amazon という感じですよね。 でそうしたときにやっぱりね、アマゾンの一番素晴らしいところっていうのは、やっぱ企業理念、地球上で最もお客様を大切にする企業ですね。でこれ、言葉だったら、まあ、どの企業でも言えるんですよね。言葉だったらね、ねうちの会社は地球上で最もお客様を大切にする企業ですと。ねはっきり言って誰でも言えるわけですよ。で言葉だけだったら。 ね、しかしこの、ねえー、言葉地球上で最もお客様を大切にする企業っていうのを本当に実践して実現しようとしてるっていうのがやっぱりアマゾンの強さだと思うんですよね。 言葉で言うだけだったら、じゃあね、うちの会社の企業理念は地球でも、地球上で最もお客様を大切にする企業だということは言えるんですけど、アマゾンという企業は、ね、実際上場して20年、そしてアマゾンプライムというサービスを始めて13年ということですけれども、この、ね、地球上で最もお客様を大切にする企業っていうのを、本当に日々の、ね、懸命な経営努力によって実現し続けているというところがやっぱりね、一番素晴らしいところの なんだろうといういいに思っています、まあ、例えば今回の Amazon プライムという有料会員に関して言うならば、まあ、15個の特、ね、典があるんですよねもし Amazon プライムという、まあ、有料会員になったならば、まあ、15個の特典があるということです特典1ですね無料の配送特典対象商品のお急ぎ便お届け指定便を無料でご利用いただけますと2 特別取扱い商品の取扱い手数料が無料。一部取特別取扱い商品の取扱い手数料が無料になりますと。3. プライムナウ。1時間以内またはご指定の2時間便で商品が届くサービスを利用できると。4. プライムビデオ。対象の映画やテレビ番組が追加料金なしで見放題。5. プライムミュージック。 追加料金なく100万曲以上の楽曲やアルバムプレインリストなどを楽しむことができる。6プライムフォト Amazon ドライブに写真を容量無制限で保存,して、えー、保存することができると。7 a z o n パントリー食品日用品を中心とした低価格の商品を1点からご購入いただけると。8ダッシュボットバトンと。 ダッシュバトンを使用するとお好み商品を切らすことなく注文できると。9。プライム会員限定先行タイムセール。タイムセールの商品を通常より30分早く注文できる。10。n d l e オーナーライブラリーの利用。対象タイトルの中からお好きな本を1ヶ月に1冊無料で読むことができる。Kindle オーナーライブラリーを利用することができると。11。プライムリーディング。 対象の Kindle 本で、雑誌、漫画、Kindle、シングルズを含むを追加料金なしの読み放題で利用することができると。で12、Amazon Music Unlimited。Amazon Music Unlimited の月額料金プラン及び年額料金プランを割引価格で利用することができると。13、ベビー用おむつとお尻拭きの15%割引。 おむつとお尻拭きが提供特便で15%オフになる Amazon ファミリー特典を利用することができると。14、家族と一緒に使い放題。会員ご本人の他に同居の家族を2人まで会員かえ家族会員とすることができると。え家族会員は上記の Amazon プライムの配送に関する特典を無料で利用することができると。15、プライムペット。飼っているペット、犬、猫の 誕生日などの情報を登録するとペット情報に合わせた情報おすすめ商品およびお得性なセールの情報を見ることができるということですよね、まあ、有料会員になると、まあ、この15個の特典を受けることができるということですよねでこんだけの15個の特典をねの会員の特典を受けるために必要なお金というのが月額400円ということですよねまあありえないという感じです ね、あり得ないと、ね。月額400円払うと、この15個の特典を全部受けることができるということですよね。まあ、はっきり言って、一つだけだったとしてもね、月400円の価値って十分あると思うんですよね。まあ、例えば、もし、ね、映画が好きだっていうことであれば、ね、4番のプライムビデオですよね、映画が見放題と。ね、1ヶ月その、ね、対象になっている、えー、映画がまあ見放題だと。 ね、これだけでも十分月400円の価値はあるし、ね、もし音楽が好きだっていうんだったら、5番のプライムミュージックとかね、100万曲以上の音楽を聴、ねえー、き放題ということですよね。もしくはそのなんか本を読むのが好きだっていうことであれば、まあ、11番のプライムリーディングですよね、対象のキンドル本、まあ、電子書籍ですよね、まあ、雑誌漫画などを、ねえー、読み放題と。 ねまあ、とにかくなんか15得点のたった一つだったとしても月400円の価値は全然あるわけですけど、まあ、それをまあ15個全部含めて月額400円ということですよねまあ個人的にはもう圧倒的に一番です、まあ、個人的には圧倒的に一番で、まあ、無料の配送得点ということで何かね、まあ、私は個人的にアマゾンでね本を買うことが多いんですけれども、まあ、本を買ったらまあ基本的にはもうお急ぎ便ということでね 一日でも早くね、届けていただくということですよね。ね、だから、普通に運んでいただくよりも、お急ぎ便の方がね、一日とかもしかしたら二日とか。 早くく届けていいただくこことととがでできるということですよねそれ月400円払うだけで1日2日っていうのをね1回の注文で1日とか2日とかっていう時間を買うことができるわけですから、まあ、めちゃめちゃ投資対効果がいいわけですよ、ね、400円払うことで1日とか400円払うことで2日っていう時間を買うことができるわけなので、まあ、ものすごい投資対効果がいいわけですよね。 だから個人的にはもう一番が圧倒的に、まあねえー、恩恵を受けているということなんですけど、まあ、要するに入らない方が、ね、おかしいというか、ね、あの入らない理由がないと、ね、もし入らないということであれば、ね、もうこれアマゾンを私は1年に1回も利用しませんと。 私はそもそもアマゾンを全く利用しないんですというぐらいじゃないと、ね、入らない理由がないということですよね。入った方が圧倒的に得な商品サービスになっているということです。なのでやっぱりね地球上で最もお客様を大切にする企業っていうのはこれ本物なんですよね。 ね、これだけのサービスを、ね、15も集めて月400円で提供するとかって、まあ、普通ありえないわけなんですけど、まあ、それをまあ実際にやっているのがアマゾンという企業ですよね。 まあなのでまあねはっきり言って今回のねアマゾンプライム1億人突破っていうのもまあ極めて納得の結果ということですよね。まあ、まあアマゾンは今現在ね世界第4位の時価総額の企業ですけれどもまあそれで本当にねそのアマゾンがね掲げている地球上で最も大お客様を大切にする企業というのをね実現し続けるためにこれからもねその顧客視点のね商品サービスっていうのを開発し続けるんだろうなというふうに 思っています、まあこのねアマゾンプライムの1億人突破というね報道を一番最初に聞いた時に、まあ、極めて納得というか、まあ、それはね、えー、これだけのねサービスを、ね、月400円で提供してるんだから、まあ、それはね、えー、申し込むよなとね、えー、ということでさすがアマゾンというところでまあねあの極めて納得の結果だったというお話ですはい 今回の動画がですね、あんたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。